ミクルとメイウェザーの試合見ましたか？いや見たよ見たよ、俺めちゃめちゃ見てたよ。普通にペイパービュー買って、あの面白かったね。うん、なんかメイウェザーがちょっとなんかこう遊んでるみたいなこと言ってたけど、結構当ててたよね。あれはなかなかすごいと思うけどね。本当に勝てんじゃねえと思って一瞬思っちゃったけど、やっぱりすごいよね。うん、あの一発のねかすってるパンチでピシュッっていうのでやられちゃいましたけど、ライジンの花束の件どう思いますか？もうあれは最低ですよ。あれは最低、計算間違いしてるんですよね。誰もメイウェザーを敵だと思ってないんですよね。煽り V もね演技って分かってる中で、そんなに煽られてもないしね、ミクルが。ミクルも煽ってるわけで、でそんな中でなんであれであんなことしたのかな、意味が分かんないですよね。あの何の意味もないというか、はい、あの無意味な。花束って基本こう敬意を込めて渡そうとするもんじゃないですか。それやったら買って出るなよっていう話なんですよね。だから相手に対して敬意を払う儀式の中で真逆のことをするっていう超絶おバカさんですよね。であの方の、あの会社のホームページ見ましたか？僕ツイートでリツイートしてますけど、めちゃめちゃやばい人ですね。まああんな人いるんですね。だからちょっとあの人はヤバめなんで関わったらダメかなっていう気はしてますね。僕が関わったらダメだと言うってよっぽどだと思うんですよどんだけヤバい人でも関わってきた僕が関わったらヤバいと思いましたね。はい。